クールジャパン。クールジャパンとは、日本の内閣府、クールジャパン戦略の狙いによると、外国人がクールと捉える日本の魅力であり、クールジャパンの情報発信、日本ブーム創出、海外展開、海で稼ぐインバウンド進行、国内で稼ぐによって、世界の成長を取り込み、日本の経済成長を実現する、ブランド戦略、クールジャパン戦略政策で使われている用語である。 また、クールジャパン戦略推進会議を構成して、クールジャパンに係る事業に関する総合的な政策の企画、立案、推進をしている経済産業省省務情報政策局クールジャパン政策課によると、我が国の生活文化の特色を生かした商品または、エキムを通じて我が国の生活文化が海外において高い評価を得ていることを言い、 同書をキッズページにおいて簡単に言うとみんなの身近にもたくにある日本の魅力的なものは全部クールジャパンとなる。クールジャパン、クールジャパンは2002年にアメリカのジャーナリストダグラスマグレーの記事ジャパンエスグロスナショナルクール日本の国民総クール量が発祥とされる。1990年代に英国に挙げられたクールブリタニアをもじったとされる。 マグレーは2001年春にジャパンソサイティのメディアフェローとして日本に滞在した人物で、同記事は2002年春にアメリカの外交雑誌130号に掲載され、日本ではその省略が中央公論2003年5月号にナショナルクールという新たな国力世界をカ歩する日本のかっこよさと議題で掲載された。ナショナルクールはハーバード大学教授ジョセフ・ナイが提唱した。 ソフトパワーの一種で他国の国民を魅了する力によって自国の政治的、経済的な目標に資すことを意味し、マグレーの記事はハーバード大学の日本講座でも扱われた。一方、評論家の東ズマはダグラス・マグレイについてクールジャパンに関連する分野への専門性の低さを指摘し、また、1990年代にイギリスのトニー・ブレア政権が推し進めた。 国家ブランド戦略、クールブリタニアを名称こと模倣したものであるとして、クールジャパンの流星に対し、否定的に論じていい。2010年6月、経済産業省がクールジャパン室を設置する。国内人口の縮小や従来型産業のピークアウトによって内需が減少したため、海外需要の獲得とともに関連産業の雇用を創出する子がクール。 ジャパン戦略と命名され、これ以降は、クール・ジャパン戦略が、日本の国策と位置づけられる。2013年11月25日、政府と電通など官民ファンドによる、海外需要開拓支援機構、愛称、クールジャパン機構が設立され、以降のクールジャパン戦略は、クールジャパン機構が管轄している。クールジャパンの具体例としては、映画、音楽、 漫画、アニメ、ドラマ、ゲームといった日本の現代サブカルチャー、ポップカルチャーのコンテンツを指す場合が多いが、食文化、ファッション、現代アート、建築といった日本の現代のハイカルチャーを指す場合もある。一方で、日本の武士道に由来する武道、伝統的な日本料理、茶道、華道,道、日本舞踊など日本の伝統文化のコンテンツを指す場合もある。また、世界的に 市場競争力を用いている自動車、オートバイ、電気機器などの日本製品や産業もクールジャパンとされている一方、そのような市場競争力を日本国内ですら持っていない日本の地域産業、中小企業の産品も国家のバックアップによって国際競争力を用いる魅力があることから TPP 対策ジャパンブランド等プロデュース支援事業においては ローカルクールジャパンと位置づけられる。いずれにせよ、日本の魅力を展開し、海外需要の獲得とともに、関連産業の雇用を創出できるものは、すべてクールジャパンと位置づけられている。クールジャパン戦略の実施に伴い、海外におけるクールジャパンの人気は高まっている。アニメ、漫画、ゲームなどのコンテンツ産業においては、もともと数字が小さいのと、 海外のコンテンツに支払う料金の増大幅の方が大きいため、クールジャパン人気の高まりに反して、日本国の赤字は増大しているが、観光などのインバウンド事業においては成功しており、旅行収支は2015年に黒字化し、日本は観光で利益を上げる観光国となった。また、日本が絶頂期だった70年代後半から80年代、バブル崩壊前までにかけて、 ジャパンワーズナンバーワンと呼ばれ、企業での根回しや、ボトムアップ、終身雇用や年功序列を日下げとした会社を家族共同体とみなす、企業経営などが海外で注目されたが、後年、これらの日本的企業経営も、競技のクールジャパンの範疇として扱われる、社会科学の論説も存在する。現代美術家の村上隆は、2010年に、 開催されたシンポジウム、クールジャパノロジーの可能性にて、アート界における、クールジャパンの戦略的プロデュースフォーミスターの場合と題した講演を行った。講演では、日本の漫画やアニメ、および、それらを生み出した日本自体を肯定的に解釈し、それらの前提のもと、今日では、クールジャパンと呼ばれている観点を本人作家作品によって、 いかに西洋アート界に体現させていけるか、とのテーマについて正気から全身的に取り組んできた奇跡を発表した。ただし、2012年に自身とクールジャパンとの関係性を全面否定し、クールジャパンの子も広告会社のキャッチコピーであり、外国では誰も言っていないと批判した。武道がスポーツ的側面のみ注目される、似て非なるものが寿司とされるなど混乱もある。 表現物においては、フランダースの犬が、負け犬の死と受け止められるなど国民性の違いは大きい。日本の漫画が普及している国があるといっても、雑誌も含めると出版物の30%が、漫画の日本から比べると、ごくわずかな規模である。クールジャパンのハンギン語に、アグリージャパンがあり、ごく一部の北東アジアや欧米で、ボーイズラブ小説で溢れた。 書籍売り場や、ルーズソックスのガングロ女子高生が、地べたに座った室など日本の文化、風俗を批判する、キャンペーンなどのレッテルとして使用されることがある。自分で、自分のことをクールというのは、クールではない、ふさわしくないという批判もあり、日本国外では、クールジャパンについて研究などで記述するとき、ナーセシスティック、自己陶水的なという説答語が付けられ揶揄されることが、 約束時のような状態となっている。2010年、平成22年6月、経済産業省製造産業局に、クールジャパン室が開設された。現在は、同省商務情報政策局クリエイティブ産業化、及びメディアコンテンツ化の量化により、クールジャパンが推進されている。2012年、平成24年12月26日発足の第二次。 安倍内閣より閣僚にクールジャパン戦略担当大臣、複数の担当と兼任も置かれるなど、戦略産業分野である日本の文化、産業の世界進出促進、国内外への発信などの政策を企画立案及び推進している。コンテンツ産業や伝統文化などを海外に売り込むクールジャパン戦略都市、日本のポップカルチャー方面を中心に、 文化産業の海外展開支援、輸出の拡大や人材育成、知的財産の保護などを図る官民一体の事業も展開されており、経済産業省主催で日本文化の対外ビジネス展開や市場開拓を検討するクールジャパン官民有識者会議を民間有識者と関係省庁参加で開催している。 生成面の優遇も検討されており、コンテンツトックを設け国外からも人材を集める。2010年に政府はクールジャパン推進により2009年度の海外収入1兆2000億円を今後倍増させる方針を示し、日本の文化や伝統産業化し国際展開するため官民挙げて推進方策や発信力強化に取り組むクールジャパン推進会議も設置され、議長を クールジャパン戦略担当大臣が務め、民間からアイドルグループ AKB48 のプロデューサー、秋元康氏などが起用された。映像、音楽などの日本のコンテンツを世界に伝え、普及させたり、ファッションやアニメなどのコンテンツの海外市場の開拓のため、大型の商業施設の開発や、M&A などを支援する、官民ファンド、海需要開拓支援機構。 クールジャパン機構が2013年平成25年11月25日に官民合わせて375億円の資金を集めて設立されているほか日本政策金融公庫でも海外展開を行う中小企業向け従来優遇金利よりも低金利の融資制度を検討するなどクールジャパン関連事業の海外展開を促す動きも本格化し始めている。なお、 もともと政策としての文化産業は過去の物的価値変調からより精神的価値重視への脱皮を目指したものであるため昨今のクールジャパンについては日本の伝統的価値観からすると定移な住み価値を露骨に求めようという意識に偏っているもっと大衆文化を含めた日本文化ないし日本的価値観そのものに対する国際的理解を高めることに重点を置き 経済的効果はそれに付随するものという意識に切り替えるべきだとの批判もある。情報通信政策研究所の発表によると2013年の日本の放送コンテンツ海外輸出額は約138億円となり2010年の約62億5000万円の倍となっている。このうちアニメーションが62.2%を占める。楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。